どうも、エルザです。それでは、仁王2やっていきたいと思います。今回は、迷う2ホムラということで、こちらですね、やっていきましょう。聞いて、京にいる不当騎士郎から文が届いた。織田家の中で裏切りがあって、本能寺の変化。本能寺に宿を取っていた信長が襲われたって。西軍との戦いに軍を残して、私たちだけでも戻りましょうと。はぁ。そうか。ここでか。これにて霊石の戦はなくなろう。引き分けのない女よ。なぜ逃げぬ。添い遂げてこそ妻の本分。ならばもうよい。あとは好きにせい。弥助、わしの亡骸は決して渡すでない。良い余興であったわ。さあやっていきますか。本能寺の変化どう描かれていくかもちょっと楽しみだけどね。さて、ちょっと動作を思い出しつつ、ほう、そっか、両方刀になってるか。あ、確実にしくったね。まあ今回はそしたら太刀が手に入るまではこれでいきますか。そうか、どっちのが、あー、星切りの太刀の方が強いのか。で、ニッカリはもう捨てるとして、そうだね、立ち用で考えてたけど久しぶりの刀だね。よし、行きますか。そうね、前回整理した時に間違えて売ってるね。まさかの。タチって名前だったから勘違いしてたわ。さあ、本能寺。さあ、9万。カゴは巫女へのカゴ。ちょっと薬師を増やそっかな。最近ちょっと。ちょっと足りなくなってきてる気がするんだよね、戦略がね。武具奉納。じゃあ、いきますか。反対側の扉。上からか。まっすぐも行けそうな雰囲気あったけど。どうにまで火が。殿、あれは違う。ほう、まあ越えてきてって感じかな。お
おお、そういう感じね。水かぶると火の中が通れると。もう考えたね。動くな動くな。よし、行け。いたね。二人いたか。暇といか。あ、水系何か持ってるといいのかもしれないね。まあそうなるよね。93、78、あ、それもらうよ。閃光鎌か。とりあえず、あ、違う、78だった。やった方が。強靭度が高いからか。危ない危ない危ない。で、あ、いいのがすぐ手に入ったね。レア度高いしね。防具が欲しい。来たいねー。刺激は重いけどって感じか。90ね。棒立ちなら欲しいけどって感じかな。80でけえな。80はでかいね。ちょっと上がった。下がるか。スネコスリが近くにいるかな。あ、結構なんかどこそこ通っていく感じか。はいはいはい、通れて。青い炎は気になるな。槍ガキか。強えんだよなこいつ。一発だ。
それがね。あー危ない。いやー苦手やなー、やっぱいつになってもこいつは。さてこっち行くと進みそうな感じはするが、この世ならざるまがまがしき炎、わしには払えない。塩浜屋、多分通れるんだろうけど、ちょっとこっち見に行くか先に。で、これでルート短縮。目の前普通にいたね。意外と人型が多いんだよね。ほい。そうだね、やっぱそういうもんなんかな、ここのマップはね。あ、降りたらいけぬ、中いたね。でもかぶってるからな。当たらない。おお、大振り。はい。危ない危ない。お宝があって、これだけかな、こっちはね。そんなもんだね。上がるが重い。浮いた。さあ帰れ帰れ。さてこうなると、どっちみち赤いてか青い炎を通ってっていう感じか。それだったらこっち行った方が良さげだね。止まる？おお。で、なんか中ボスっぽいの出てきそうだな。82買ったんだ。いたね。さて。あー入道か。さて、いよどんどん来てもらおう。やばいやばいやばい、炎痛いねそれ。よし。聞いてはならぬ。光秀様だ。散々銃で撃って。火か、火欲しいな。70、68。あ、でこれ戻る感じか。はい。
さあ行こう行こう。あ、はあ、倒したら消えたね。ああ、ってことはある程度、青い炎は攻略しないといけない感じか。大変だな、それはそれで。あ、来た。よし。ちょっとその大立ちを。出たね、次郎たち。なんか攻撃されたような気がするが、81、いいね。弓もゲット。頭はソハヤは下がるか。あー、四天王重さが上がるんだよね。よし、痛い痛い痛い。よーし。あー、勝っていい。意外とこの2つの組み合わせは使い勝手がいいんだよね。そうだね、できるだけひるみっていうか化け物に対しては大立ちで行きたいんだよな。で、ちょっとさっきの80の防具が欲しいから、ちょっと、それやば。ついね、その状況は。当たらんよな。よし、まず君片付けて、しかも特に刀は出てこないっていうね。タイミングが良すぎやろ君は。はい、からは、うわー、きついな。二人はきつかったな今のね。あ、違う違う違う。足は特に、頭なんかいいかな。そんな、そんなだね。あー、君か。まあ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 、まだ相手しやすかったね。さあ次。あら？はあ、もうあそこ通れなかったからな。だよね、通れないもんね。
ああ、ぐるって回ってだね。登れもしない。ああ、上かー。そういえば今回玉城は出てこないね。反対側、反対側、あれ道が違うか。こっちでもない。あー、ここからね。はいはいはい、ふんふん。さあどう来る？あ、そうだ、今回新しい技手に入れたから、それもちょっと使いたいんだよね。発動は？こうやね。よし。できるだけね。やっぱ君かー。で、起き上がるの早いんだよね、君。きついねー。はい。おぶろ。まあ、いいか。いいいい、もう倒せれば。いやー、六六尾つらいんだよねー。やってみよう。いや、そんな入んないか。ダメージは高いなーっていう。ほいほいほい。でもね、合ってるよね。中断。だね、雪月花になってるね。今、芯が高いんでね、芯に変えとこう。もの主君を裏切るとは、この恨み、先の世まで忘れんぞ。これで生きると。ろうそくか。まあ、そんなもんだよね。ああ、常闇。上がるか。あ、いけるわけではなさそう。ろくろばっかだな。そうなるよね。難しいんだよな、君タイミングが。危ない危ない。
やっばいよね、強いんだって。くっ引っかかったか。少子こっち来ないかな。いやー、ろくろね、強いんだよね、マジで。毒痛い。3回目入ってない。うわー、15万飛んでいったね。まあしゃあね。15万が、いやーきついなー。消し飛んだわマジで。うっそー、ベニグモ。やっぱロクロさんだよね。で、すっぱ抜きできない。そうでしょ。きついね。ダメだ。いやー、外すな。ロクロさんは。で、とりあえずこれ開けて、で、晴れた。若干敵が強くなってるからな、きついね。そりゃそこいるでしょ。で、いるね。当たんないんだよな、壁越しはね、さすがにね。さて、あと、こ
こっちにも一人いるんだけど、反対側か。あー、上から来るとって感じか。上なんかあるね。いやー、めっちゃ15万は来るな。いて、4人目。やっぱ強えな。あー、やつか。それだったら、さすがにちょっと君は邪魔で、おい、そっち、こいつはね、意外と刀の方が楽ちんなんだよね。脆いから。しくったね。離れよ。はい、泣くない。くない。君も。ほい、まだか。お、玉城ゲッチュー。これはちょっと使えそうやな。まあ5万と。結局そこの上は行ける場所が分かんないね、まだ。ここら辺登れないか。まあ開けましょう。お、行ったー。さあ、戦略が欲しい。あら、意外とこのまま70か。いやー、ここまで来た。いや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 、本当だったら20万いってたわけだね。装着しよう。そうだよね、まあ、78で3面は1180か。いや、最近ちょっと戦略が切れてきてるからね。薬師ね。まあレベル上がるかな。多分ギリ、うん、やっぱ足りないよね。さて、開かないよね、やっぱ反対側か。
結構使えるね。取れへんやろうな。で、ほうほう。水がなかったっけ、このあたり。嫌な予感がしますね。あーですよね。そのスタミナがね一気になくなるのが辛いんだよねこいつ。それそれ。離れよ。よし、危ない。いや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 、この狭さであれは辛いね。危ない。86か。で、ちょっとレベル上げれそうな雰囲気はしてきたね。あら、この中にいるってことか。さあ、これで戦薬がさらに手に入りやすくなった。で、帰りは落とすと。そうだね。とりあえず、一回使っとくか。もうしゃあない。さっき15万がね、痛すぎてね。さあ、1体終わり。後ろから詰めて戦薬月中お賽銭。さすがにダメか。こっちに一旦いるんだよね。なんかね、お前かー。欲しいな。強そうだもんね。なんか、おい、出ないか玉城。いやー、出るとはありがたかったんだけどな。どんな感じになるのかちょっと見てみたいんだよね。さあ、で、すぐそうやって銃構えるよね。弓に帰って、シカバネグリ倒されてるのか。そうだね、意外と密集されると辛いところではあるから。
上にいるのか。はいはい、これで上に上がれると。で、上に上がると、何もないって感じか。なんかあるね、あそこ。あ、降りることもできる。ロクロか。ここの反対側だね、いるとしたらね。ロクロちゃんか。痛い痛い、炎痛い、炎痛い、炎痛い。危ねえ。危ない。もういいや、これ使おう。あー、さすがにそれは痛いって。この命、殿がためにあり、我が物にあらず。はい、終わりす。いやー、もういい、もういい、もうできるだけ効率よくね。あ、そこね、そこにいたのね。よしよし。いやいやいや、見つかったならオッケーやね。あっち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 。はい、戦略。え、ルートはこっちになるわけだ。お、須田まちゃん、ソハヤの剣81。どうしよう、どうしよう。あ、違う、こうなんだけど、そうなんだよね。そんなにこれといってレア度が高いのないからな。さあ、何に変えてくれる？愛着上がれば。さあ、まさかり。なんだろうな。あれは味方か。そんな感じだよね。Get out of here. 早く逃げろ。あれ、ヤスケ？ Get out of here. ヤスケか。まあ、ここを通るしかないね。ついでにこっちのアイテムだけちょっと回収に。やっぱどうしてもこっちになってしまうな。一回使ってしまう。危なっ。そりゃあかんって、その隠れるのは。
難しいんだよな、こいつの俺タイミングだけ全然つかめない。おー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 おおおマジか。そうだね。うん、弓打って一回攻撃させてっていうのが武なんだな。危ない危ない。もう一体いるとは思ってたけど、お、いたね。意外と密集してるね。痛い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 。お、橋渡って、さすがにこれは開くんかい。やべ目の前にいた。あーで通って、あそこにも、これじゃアリの入れる隙もねえ。お前か。さて、やばいやばいやばい、危なー。直線はある意味きついな。お、よし。あー強い。とりあえずこれでぐるっと回れるね。つれえなー。どうせろくろでしょ。どうせ。一回距離置いて、そうなんだよね、このね昼のタイミングが一回どのタイミングだったかなっていうのがあってね、何気に難しいのよね。やばいやばい。あと一発。で犯人は君じゃなかったと。さあとっこいやみ。開かないね。おー、
地味に当たんねん。あー、はい、はい。君ね。その方が助かるな。ちょっといい具合に離れないと。どんな感じかな、使ってみたいな。ん、今声はしたが左側か。これは、あー抜けてしまうか。やべやべ、余計なもの。違うね。たいね、一回ね。ロック音が変わるのが辛いね。どうで？だったら押せる。いや、晴れない。さすがに、お、開くのか。あら、なんかこの先はもうボスっぽい感じがしたね。あいつかだったらさ、久しぶりです。くさんは強いんだよね、一発が。しかも今回炎が出るか。やっぱ、はい、終わり。はあ、強い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 。マジバケモンやわあいつは。で、やばいね、玉城5個は失うとでかいから。解放、あとお宝がどっか1個あったんで、それをいるね。
ってことはこれで 25% とかぐらいかな。まあでも全部ではないね。マジか。よし、じゃあ行きましょう。お？猛者が友を求めておるよ。相手はお前じゃないのか。ほう。いやでもなんか違う感じだね。滑車。やっぱそうだね。いけ。それはきついよ。やばい、動きが全然読めん。早い早い早い。しかも火が痛い。痛い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 。ちょっと待って、しかもボタン変わってるしな。ちょっと待った。さあ、次こそは。今のが取れるとだいぶ勝手がいいんだけどね。取れねえな。これちょっと今回はやめとこう。ねえ、取れ。ドーンドーンっていうテンポがね。はいはい。おお、味方ボロトモってやつか。ドーンドーン。
痛い痛い痛い、伸びすぎ伸びすぎ。さあどうする。危なっ、横取れると大ダメージ狙えるんだけどな、難しいな。これがきつい。だよね、やっぱそれ発動するよね。痛い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 。よしよしよし、危ない危ない。痛い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 ね、今のが。いや危ないよ、それは危ない。お前も残ってんのか。はあ、楽命、楽命と達成やね。はあ、さあ玉城ゲットってことは、この玉城は嫌な予感するけどな。オバリ、オバリまで飛んだか。今度は光秀殿と戦と聞きました。どうして人は、先日藤吉郎殿が光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎまして、望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。争いは終わらない。人が人たる限りはそれが世の断りなのでしょう。しかしあなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。夫長政の死により愛を失った私に、強く生きよと命じた兄と姉、その二人も今や炎の中に倒れた。これ以上の悲しみ、破滅へと私を誘うやもしれません。
どうかご無事で。さあ、キュービーもらいましたね。いやー、藤吉郎が後ろで動いてる感じだね。まあでも、まあまあまあ、今回滑車の時はだいぶ落ち着いた戦えたのが良かったね。いやー、前回に比べたら全然いいわ。はい、燃えよつ炎と間に合わなかったのでは残念だけど、あの猛火をかいくぐってあやかしを倒すなんて、あんたいつも脅かされるということで、まあちょっと追い一枚怪しいけど、豊吉郎もちょっとね。さあ、これは貨車の魂。あの駒か。てか、めっちゃ追尾あるね。じゃあ変えよっかな。ああ、10か。そしたら、外して、もうこうだね。あ、これ、行きますか。まあ、滑車が、どんな感じになるかよね。先にレベル上げ。まあまあまあ、今回はここまでにしたいなと思います。いやー、大変だったね。火はやっぱ強いってか辛いね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。